はい、本日はですね、北海道3泊4日の旅を皆さんに見てもらいたいなと思います。3年ぶりの北海道ということで、楽しみですね。はい、はい、楽しみですね。では行きたいなと思います。レッツゴー。はい、それではですね、札幌に到着しました。ホテルチェックインして、今から夜ご飯を食べに行きたいなと思います。夜ご飯は何を食べに行くんですか？でも寿司ですわ。寿司？うん。はい、ということで、本日から4日間連続寿司になるそうです。行ってきます。さてさて、寿司が近づいてきましたよ。今から行くところはですね、3年前にも行ったことがあるところなんですが、そこに行きたいって言ってるんでね、行きたいなと思います。ほら、あそこや。ホタテやって。ここがいい？サンブリ？まだ今。アブリエン川です。アブリエン。めちゃくちゃ気のせいです。ではいただきます。見て見て、うわっ、まだまだ、うまっ。このままでもすごいね。しなおい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 、食いしん坊やってるけど大丈夫かいな。一心不乱で食べてるやん。おいしい、うん、ガリも入れてさ、ちょんちょんってして食べよう。はよ、サーモンはいらん、うん、うん、サーモンいらんか。いくらは頼むか。取っちゃった。もう行っちゃって。熱いよ、好きや。うわ、ほんと熱そう。いただきます。はい、うん、柔らかい、うまい。はい、食べて。さて、いかがでしたでしょうか。どうでしたか。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。よかったです。次は寿司のはしごです。でも、たっぷりお腹空いてないでしょ。カズナコ、ズワイガニ、サンマです。うまい。うん、どうぞ。ちょっと飲んで、飲んでて。うわ、カニ。はい、それでは1日目終了。おはようございます。2日目がスタートということで、現在が12時半、もう昼は過ぎております。そしてですね、北海道に来た理由はポップアップの会場の下見ということなので、2時半からね、初めての下見をするんですが、まだ2時間くらい時間があります。そこでですね、嫁は何をするんでしょうか。今からお寿司食べていきます。嫁さんはね、お寿司を食べに行ってですね、僕は今からセカンドチャンネルのね、セカンドを撮ろうと思いますので、今から仕事になっておりますね。で、その後2会場をね、2つ見に行くんですけど、それが終わり次第夜ですね。夜はご飯どうするんでしたっけ。お寿司に行きます。昼と夜両方寿司なんですね。はい、はい、まあ、あと行くのはもう、あの、最後ポップアップ行く時に行く。そうなの。何か食べてほしいのありますか。ねえ、うん、ということで、嫁が行きましたので、僕は、セカンドを通ってせっせと稼ぎたいなと思います。行っちゃった。はい、それではポップアップ、1店舗目見に来ました。お帰りなさい。はい、あ、ただいま帰ってきました。お寿司どうでした。美味しかったです。あ、レビューしてくれてんねんな、もうな。あ、アフレコじゃあしたいと思います。はい。じゃあ、まずポップアップ1軒目はね、こちらです。次どこだ。私だって今回どこ行くかは知らないもん。あ、そうだ。うん、次エース。ああ、真っ暗のところね。ああ、いいんじゃないでしょうか。そうですね。なぜか買い物に付き合わされてましたわ、札幌の。次、じゃあ2軒目行きます。2軒目のポップアップ、よくいしょ。すいません。どこって言うんやろうな。どうでしたか。めちゃくちゃ今も見てるもん。あ、見てる。うん、コート、コート。あとやっぱ緑のさ、
か別に帰ってくるのもあるやん、大阪。まあ確かに。全部フリークストアもローズバーズ。確かに。はい、それでは2軒目来ました。2軒目はですね、これ曲がったとこや。あ、これだ。めっちゃシャレやないかい。ねえ。では行ってきたいなと思います。あ、あ、どうも。あ、こんにちは。ごめんなさい。あ、へぇー。ダンススタジオ。はい、見てきました。まあまあまあ、良かったよね。うん。まあ明日もまた行くから、またそれも見てからって感じで。うん。じゃあ、今からご飯は寿司ー、レッツゴー、ガヤーン。まで時間あったんで、ちょっといっぱいやりたいなと思います。長いんだよ、めっちゃ迷う。へぇー、よかった。この生飲んだことない。飲みやすいね。うん、ありがとう。いいえ。はい、サクッと行ってきましたけど、激うまでしたよね。激うまだった。めっちゃうまかったよな。うん、大当たりとかね。では、いよいよ寿司行きたいなと思います。去年ね、僕の、ちょっといろいろお手伝いしていただいた方がいらっしゃるんですよ。で、その方がね、ホームページの制作とかいろいろやってはる方で、その方に無償でやってもらったんで、お礼でなんかお寿司行きましょう言うて、待ち合わせしておりますが、いらっしゃいますでしょうか。ちょっとわかりませんが、行きたいなと思います。貴重なんや。はい、それでは行ってきました。いかがでしたか、お寿司は。美味しかった、すごい。めちゃくちゃうまかったよな。で、しかもそこのなんかお弟子さんがな、視聴者さんやったってことで、最後あの写真も撮らせていただいたんですけども、ね、めちゃくちゃいい人やってね。いいと、みんないいね。なんやったら、あのお弟子さんにはこのバルトロのダウン着てもらって写真撮ったけど喜んでくれたんかどうかわからんけど、うん、まあ良かったかなと思います。はい、会いたかったね。うん、ウェブのね、うん、人も会えて、ウェブ制作の人も会えて、うん、よかったかなと思いますので、はい、今からはホテルに帰って寝ましょう。はい、ではおやすみなさい。おはようございます。3日目の朝になっておりますね。また今日もですね、嫁とは別行動しております。僕がね、今からね、あのラーメン行きたいんですよ。だからラーメン行くんですけどね、嫁はね、今ちょっと小麦粉を食べられへんってことで、一人でスープカレーに行っております。おそらくその映像をね、見ていただくと思うんですけども、スープカレーに行って僕はね、ラーメンということで、また西に合流して、そこからまたポップアップのね、会場を見に行くんですけども、まあそれまではちょっと別行動ですわ。そやけどね、北海道は寒いですね。なんか昨日ウェブデザイナーの方にね、あの北海道住んであるから、これ寒いですねって言ったら、いや今日は秋ぐらいあったかいですよって言われて、まあ、僕は慣れてないからね、バルトロでもちょっと寒いなと思うんやけど、そんなことで一流庵っていうね、ラーメン屋さんに行きたいなと思います。では行ってきます。行ってきましたよ、うまかったな。ではホテルへ寝に帰りましょう。おかえり。ただいま。美味しかったです。3日目初登場ですね。あ、おはようございます。カレーでしたよね。カレーでした。美味しかったです。今から下見行きましょう。お仕事ですね。はい、はい、行きましょう。来週の美容室の予約を取ってるんですね。そうです。お世さんのとこ行こうかなと思って。そっか、真っ白で見えへんけど。じゃあ行きましょう。行きましょう。今現時点では何がご飯美味しかったですか？寿司ですね。寿司ですか？寿司しか食べてない。確かに。君は寿司と服見に来たんかもしれない。さっきもずっと服見に行っとっての？あ、そう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 。洋服ね。洋服。また近々の東京に向けて。
今月行く東京ですね。はい。それ用の衣装ですか？うん、なんか東京だから綺麗め系がいい。こんなカジュアルな格好とかしていけないから、ちょっと気持ち的にしてきたくないから。君裏方なんだけどね。あ、そうなの。いつも衣装をバッチリしてくれるけど。そうだね。ああ、申し訳ないね。俺東京のために服とか買ったこともないしさ、うん、いつも中同じやつ着てるやん。うん、えっか。君はさ、いいじゃん、顔がかっこいいからさ、何着ても似合うじゃん、スタイルもいいし。あ、そっか。そう、私さ、こんなジングリムックリだしさ、ちょっとお顔もさ、お顔でもモザイクって分からんけどね。あ、そうか。そうだね。そうなんだけどさ、ちょっとカラス近くない？近いな、すごい近くない？怖いんだけど。こんな感じですわ。おー、ごめんね、入れてあげれなかった。めちゃくちゃうまい。え、うん、香りが最高じゃん。乾杯。すっかり日も暮れて夜になりました。夜まで何してたんですか？私のお洋服を見てました。どこでもできることやってましたねそしてサイズも決まってな、無事。はい。では今からどこに行くんですか？これ寿司。寿司。寿司行きます。行きます。すごい綺麗よ。金3日連続寿司でしょ？そうだね。うわ、綺麗だ。ダメ。どこまでダメ？ダメ。美味しい？あ、いいよ。とんぼって動かしたね。うまい。めちゃくちゃうまい。いいウニ入れてる。うん、すごい。シラコとかは苦手ですか？ちょっと苦手です。私は大丈夫です。私何でも食べれます。はい。私は、仕事入って甘いな。わかんないです。あ、そうなんですか。一口ちょっと食べたいっていうのは。こんなんですけど、数の子は OK です。足の方もですね、足まとめてこの関節あたりから引っ張らないで噛み切っていただけますと綺麗に召し上がれますので。どこまで食べればいい？こっから。もう目までバツンと、バツンと噛み切る感じです。愛の卵こんな前に寝てるわけ。そうそう、午後から私が動きめっちゃ美味しいです。連れてって多いと、あの、返してダメですよ。ありがとうございます。そのままでも十分よろしいと思います。北海道知事と市長から受賞した皮の残らない薄塩味スティークラですね。いいです。わかりました。いいかな。全然めちゃくちゃいいです。カメラのバッテリーが切れちゃったんでね、嫁蔵のスマホで撮ってますが、どうでしたか？え、めっちゃ美味しかった。ウニだって3貫も4貫も食うやつおらへんで。ねえ、ありがとうございます。計4貫分食べてるから1人で。すいません。大将、またウニですか言うたら美味しかった。次、春先はな、イカがいいねって、ヤリイカがええって言ってたわ。はい。ではホテル帰ってね、明日に備えましょう、はい、ではまた皆さん、明日。はい、おはようございます、4日目です。とうとうチェックアウトして帰るだけなんですけども、もう先にですね、嫁はもう空港の方に向かっております、理由はたった一つ、お土産が買いたいから、先に行ってるわということでね、先に行ってくれてます。まあ僕もそっちの方が助かるんでね、一緒にこう見るの僕ちょっと時間めんどくさいからね、待ってられへんからもう見といて言うて、で今見に行ってますわ。なのでホテルはですね、一人でチェックアウトしたいなと思います。このように誰もいておりません。1時間ぐらい前にね、嫁は行ったらしいんですけどね、まあ僕はちょうどチェックアウトして、あと2時間後ぐらいに飛行機なんでね、それ乗って関西帰りたいなと思います。ではチェックアウトしていきましょう。サビですわ、札幌は。ほんまにちょっと僕は札幌には住めませんね。関西か関東がギリギリかな。サビー。おはようございます。おはよう。これ買ったみたいね。送るやつ？うん、もう全部送ろうと思って。あ、そうなんや。2つ2ラーメン。ありがとう。
らいサイズになっちゃった。もう少し食べた。うん、食べた。でももう一回食べ、あの買って帰るからさ。あ、そうなんや。お昼ご飯で。うん。楽しみやね。うん。これも全部。すごい量やね。これ後で食べるやつ。え？あ、そうそう。それ持って帰る。すごい必死だけど大丈夫？え？わ、全然変わらんけど、おはよう。え、おはよう。おはよう。はい、ということでね、無事帰ってきました。お疲れ様でした。はい、一応ね、ポップアップの会場的にも、まあ、一番最後に見させてもらったところがね、いいんちゃうかいう話してて、あとは送料とかがね、まあ何十万かかるかちょっと見積もってからいろいろ決めたいなと思います。で、まあ、あと他にはね、視聴者さんもね、何名かの方声かけていただいてね、ありがとうございました。なんでわかったんですかって言ったら、このダウンでわかりました言われたんですけどね、まあ、ほんまリスナーさんやなと思って、あの嬉しかったです。ではね、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。